手に携えたサンドと聖人を演じるレスラーサンドは、竹の皮やカモアンで作られた、傘の一つで、深く顔を覆う形状のもの。文献によってはサンドの傘とも。また旅物などの時代劇で、土生人がかぶっている印象が強いが、元は江戸、京都、大阪の3箇所を巡る毎月サンド8のつく日に、出発させていた飛脚のことをサンド飛脚と呼び、 彼らが身につけていたことからその名がついた。女性用として肝炎、法暦頃まで用いられた。初めて制されたのは、上京年間であり、俗に大臣と称せられたほどの深さの女傘であった。その深さについて、森さ満万光は、誤って落馬することある時面部を傷せざる備えかと言い、本来は女性用であったことから顔を隠す程度の深さになったとも言う。 女性用は紐を、後ろの型で輪にして、曲げの下にかけ、音替いの下で結んだが、文化頃にはすでに女性用として用いられなかった。女性用の傘は妻折傘とも呼ばれる。森佐満万光には、文化以前は、旅章をもっぱらこれを用意。文化以来は、雷盆形の菅傘を用意。飛脚材料は、今も三度傘を用意という。このように女傘から、男傘に移り、 また別にサンド飛脚の常用とされた。いただきの部分が平らな傘は、まんじゅう傘と呼ばれた。ありがとうございます。